ここテキサス州オースティンでは間もなく予選が始まります。トップタイムをターゲットに掲げ渾身のアタックを繰り返すドライバーたちの競演をご覧ください。ここはスタート直後が見どころとなる古き良き時代のエキサイティングなコースですね。このレースでは常にターン1に注意が必要です。他のマシンに囲まれた中で難しい状況になりますが、そこでレースの勝敗が決まるわけではありません。冷静に切り抜けながらライバルのアクシデントに期待したいところです。明日行われる決勝のグリッドが決まりました。トップ3を確認しておきましょう。メルセデス、ハミルトン、フェルナンド・アロンソ。今日はこれでお別れです。明日のグランプリ決勝をお楽しみに。